iPhone の画面をパソコンに打つ方法ですね。まずクイックタイムプレイヤーを起動して、ファイルですねのここの部分の、新規ムービー収録ですね。これ画面収録とオーディオ収録とムービー収録っていうのがあって、ムービー収録だと画面が収録できます。で新規画面収録だと、ここね、このパソコンの画面を録画することができるということで、で今回は iPhone の画面をこっちに移すということで、で、iPhone に関してはここのパソコンと直接このライトニングケーブルでね、繋いでおいてください。でその状態でこの新規ムービー収録っていうのを押して、でここですね、最初からこういう風になれるわけではなくて、基本的にここのちっちゃい三角マーク、ここ三角マークを押すと、本当はこうなってるんで自分がこうやって映るはずなんですね、この内蔵マイクで、これで映せるんですけど、これを要はこの iPhone の方に設定すると iPhone の画像が映るということですね。だからあの YouTuber の、ね、ゲーム実況とかこういう風にやってるわけですね。要はよく見ますね、はい、でおそらくあれはまたこれ今ここでカメラこれ撮ってますけど、ゲーム実況の時とかはこれでこういう風にやっていて、多分カメラこっちからね自分のやつも撮って後で編集して合わせてるんだと思うんですけど、で、今回はそのままですね、今回は Twitter ですね、フォローをねやりすぎて、制限かかってしまった時の対処法について、このアンフォローというアプリを使っていきますこれすでにもうねあのダウンロードしてあるんですけど、皆さんこういう風になってますか？ダウンロードしてこうなってます。そしたら片思い中そうですね、これなんかこうハッピーアンフォローイングっていうのを押さないといけないですね、最初にこので、なんかまあ同期するっていう意味なのかな、これが。でこの後に片思い中っていうやつがね、片思い中ハッピーアンフォローイングっていうのやったら片思い中が押せるようになるんで、でこれ押しますね。そうするとこういうボタンになります。でこの100を押すと、右上の100を押すと読み込まれますね。でこの読み込まれた人たちに対して、これをですね、これ100ってずっと追加していくと、下見てください、下500分の1と600分の1とかなっていってます。すごい、これでどん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 こう、これ右上のプラス100を押してるだけです。今片思い中の人をひたすら今ここにねリストとして追加してるわけですね。で僕はこれもう終わりました、2131人が僕今マックスだったんで、右上のプラス100を押せなくなりましたね。そしたらこれ全てっていうやつを押す、左下のね全てってやつを押すと、こうやってずっとアンフォローされると。アンフォローなってます。
なんか前のフォロー管理よりなんかねちゃんとしてるというかちゃんとしてるというか、ね、ちゃんとしてる、なんかねすごいですよね、ちゃんとバシバシバシって。大丈夫ですか竹野さん。はい、ちょっと岡地さんのアカウントが分からない。 OK です。まあこんな感じでね、全部終わるとまあ終了と。東川さんはアンドロイドなんで、はい、着ないです。着られました？外してもらっていいですか。最初にハッピーって一番青い横長のボタンを切ってから入っちゃう。で押してた後に片思い中で進めてカチカチカチカ片思い中100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 
戻るのはしょうがないですね。しないですか。残念ながらちょっと今ミスったんですよ、ね、それからいきますね。まずiPhone の画面をパソコンに映す方法ですね。まずクイックタイムプレイヤーを起動して、ファイルですねのここの部分の、新規ムービー収録ですね。これ画面収録とオーディオ収録とムービー収録っていうのがあって、ムービー収録だと画面が収録できます。で新規画面収録だと、ここね、このパソコンの画面を録画することができるということで、で今回は iPhone の画面をこっちに移すということで、で、iPhone に関してはここのパソコンと直接このライトニングケーブルでね、繋いでおいてください。でその状態でこの新規ムービー収録っていうのを押して、でここですね、最初からこういう風になれるわけではなくて、基本的にここのちっちゃい三角マーク、ここ三角マークを押すと、本当はこうなってるんで自分がこうやって映るはずなんですね、この内蔵マイクで、これで映せるんですけど、これを要はこの iPhone の方に設定すると iPhone の画像が映るということですね。だからあの YouTuber の、ね、ゲーム実況とかこういう風にやってるわけですね。要はよく見ますね、はい、でおそらくあれはまたこれ今ここでカメラこうやって撮ってますけど、ゲーム実況の時とかはこれでこういう風にやっていて、多分カメラこっちからね自分のやつも撮って後で編集して合わせてるんだと思うんですけど、で、今回はそのままですね、
今回は Twitter ですね、フォロワーがフォローをねやりすぎて、制限かかってしまった時の対処法について、このアンフォローというアプリを使っていきます。これすでにもうね、ダウンロードしてあるんですけど、皆さんこういう風になってますか？ダウンロードしてこうなってます。そしたら片思い中ハッピーアンフォローイングっていうのを押さないといけないですね、最初に。このでなんかまあ同期するっていう意味なのかな、これが。でこの後に片思い中っていうやつがね、片思い中ハッピーアンフォローイングっていうのやったら片思い中が押せるようになるんで、でこれ押しますね。そうするとこういうボタンになります。でここの100を押すと、右上の100を押すと読み込まれますね。でこの読み込まれた人たちに対して、これをですね、これ 100ってずっと追加していくと、下見てください。下500分の1と600分の1とかなっていってあります。すごい。これでどん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 こう、これ右上のプラス100を押してるだけです。今片思い中の人をひたすら今ここにね、リストとして追加してるわけですね。で、僕はこれもう終わりました。2131人が僕今マックスだったんで、右上のプラス100を押せなくなりましたね。そしたらこれすべてっていうやつを押す、左下のね、すべてってやつを押すと、こうやってずっとアンフォローされると。なんか前のフォロー管理よりなんかね、ちゃんとしてるというかちゃんとしてるというか、ちゃんとしてる、なんかね、すごいですよね。ちゃんとバシバシバシになって大丈夫ですか、竹信さん。はい、ちょっと岡地さん。はい、まあこんな感じでね、新しいこのフォローはアンフォローするね、アプリを紹介をしましたので、皆さんも、やってみてください。ありがとうございます。